You want to tattoo your book, please? Do you have like something small? どうも、チカリタ TV の田代チカラです。今日は5月27日土曜日、リーグ第10節です。前回の試合2対5で負けてしまって、今回またメンバーから外されてしまいました。僕自身前回の試合で負けはしたんですけど、プレーしている中で色々と感じる手応えはあって、いい感触があった中で、またメンバー外ということで、残念な気持ちはあるんですが、切り替えて次の試合に向けて準備していきたいと思います。今日は試合が3時からホームでキックオフなので、試合の時間に合わせてグラウンドの方に試合を見に行きたいと思います。僕自身出れなくて悔しいですけど、一緒にトレーニングしてるチームメイトにはやっぱり頑張ってほしいので、複雑ですけど、チームの勝利を願って応援したいと思います。はい、ということで試合の方は2対0で勝ちました。セルも移籍してきて最初のゴールを決めて、本当素晴らしいゴールを決めてくれたので、そこは良かったと思います。ただ僕としてはね、チームが勝ったことは嬉しいですけど、これで立場的に難しくなったので、基本的に何も問題がなければ来週もこのメンバーで行くだろうし、まあでもその中でも自分を使えば次の試合も勝てるっていうのを練習の中でしっかり見せていきたいなと思います。とりあえず今日は家の方に帰ってゆっくりしたいと思います。おはようございます。試合翌日です。一応選手をしながらチームのアンダー13の監督を今兼任していて、で今日はその担当してるアンダー13の試合があるので、今から行っていきたいと思います。ちょっと天気は悪いですけど、しっかり子供たちが勝てるようにサポートできればと思います。はい、ということでリーグ第10節は2対0で勝利しました。でセルがね、移籍後初ゴールを決めて、チームとしては素晴らしい勝利だったと思います。ただ僕はメンバー外だったので、そういう中でチームが勝ったということで、僕の置かれている立場はかなり厳しくなりました。ウルグアイ人のアンディが怪我をして、おそらく膝の内側靭帯をやってしまったと思うので、1ヶ月2ヶ月離脱する可能性が高いです。それでも現状外国人枠は5枚いて、必ず毎試合1人外れるという状況で、今回僕が外れたタイミングで今季2勝目を挙げて、チームとしてもクリーンシートで勝ったので、普通の考えで言えばこのチームを基本的にはいじらないのかなと思います。なので本当にね、僕自身の置かれた立場っていうのはかなり厳しいものにはなってると思いますが、それでも試合に出たいし活躍したいし、で何より僕自身がプレーすることでチームを助けられると思ってるので、引き続きそれを練習の中で証明してしっかり試合のメンバーに入れてもらえるように頑張っていければと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ残していってください。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。